メルボルン2日目です。それ現在チャイナタウンに来てます。こんな感じです。で今から、昼ご飯を食べに行きたいと思います。なんかコーラのカラフル缶を見つけました。何なんだろうね。これにする？じゃあ早速飲んでみますか。この青コーラと紫コーラ。くしくし。乾杯。乾杯。コーラじゃね？はい、青コーラは普通のコーラでした。で、紫コーラも普通のコーラでした。コーラでしたということで、こんなちっちゃい250ミリリットルに2ドルも払っちゃいました。200円。高かったね。めっちゃ高いです。オーストラリア物価が高いです。100円しないで。気持ち違うね。青い味するわ、やっぱり。紫色の味するでしょ。しない。紫色の味っていうのはちょっと表現的にわからないですけど、あれだね、ハッシュタグでカラーユアサマーって入れるともしかしたらなんかいいことがあるかもしれません。どこの回しということで、オーストラリアからのコーラレビューでした。ででん。